どうもです。コレクターズ加藤でございます。ねえ、もう新型コロナウイルスがもう蔓延しすぎて、全くもう外出できずですね、私たち2人もですね、テレワーク、これテレワークっていうのかな、もうずっと家にいるステイホーム状態なんですけど、孝太郎くん元気でやってんのかな、生きてんのかな、もう連絡全然取ってないんですけれども。てなわけで、ポッドキャストのね、この収録もままならない状況になってしまいました。前回、前々回とね、ドアを開けたまま、フジパの会議室で、収録していたんですけれども、もはやもう、集まるなね、人との接触、8割減らせっていうことで、今、家で、レコーダーを前に喋ってるんですけれども、でもね、こういう時にはですね、残り物にも福があるっていうんですか、特に、4月3日にね、フジパの会議室で収録した極楽トーク、こちらの方がたくさん残っていますので、そんな池袋交差点24時、どうぞ。3年ぶりに戻ってきました。3年ぶりに池袋交差点のポッドキャストに戻ってきました、チャトラと申します、以前はなんとかドキュンとかいう名前で呼んでいただいたことがあります、戻ってきた理由はシーチキン食堂の CM です、普段はあまりコマーシャル見ないんで今まで気づかなかったんですが、コマーシャルに加藤さんが映った時に あれあの顔まさかとネットで調べて、嬉しくなってポッドキャストを聞いたと。本当はコマーシャルについて触れてる回があって聞きたいと思ってたんですが、すぐには探せず最初から聞きますと、久々に聞いた池袋交差点はコロナのことなど話されていて、不安を共有するような気持ちになって慰められましたと、昭和トークにノスタルジーを感じたり笑わせてもらったり、なんてハートフルなポッドキャストでしょうか、やっぱり池袋交差点は面白い、これからどんどん過去に遡って聞いていきます、以前聞いていた頃は子供が未就園児の頃から幼稚園に通っている間でした、今小学校が臨時休業になり子供と2人で過ごしていますが、本当にあの頃のように子供とべったりです。今聞くとまた池袋にはまってしまうあたり、池袋交差点は育児疲れが出ているママに癒しを与えるのかもしれませんね。なるほどね。話は変わりますが心霊写真のお話を聞かせてもらっていて思い出したことがあります、昔学校の集合写真で足の部分が透けてる写真とかあったんですが、来たあれは心霊写真なんでしょうか。心霊写真だよね。ああいう時のコメントキャプションでは、心霊その評論家がね、これは近いうちに足を怪我するとかそういう暗示だっていうことを言いますね。だから心霊写真でしょ。かもしれない。それとも昔のカメラの性質でそんな現象が起こったりするんでしょうか、します。あの頃はこういう人は近い将来足を悪くするとか言ってたような気がします全く同じこと言ってる。お決まりだからちなみに私の子供の頃一番怖いものは幽霊でしたが、志保さんの娘は泥棒が一番怖いみたいです。いいね。寝る前に戸締まりをすごく気にします。時代の違いなんでしょうが、私の幽霊像は全てあなたの知らない世界で作り上げたと言っても過言でありません。俺もそうだ。好きだったな俺も。にくらいよ俺。過去に遡って聞いてるんで YouTube に認められなかったとグレている加藤さんからの、まだ何も知らず、YouTuber になれるかなとウキウキした声の加藤さんのコントラストが切ないです切ないそれではコロナに負けない体作りをしてご自愛ください。私は納豆食べてます。納豆も調整したいです。だってもうライブもダメ、何もダメ、人前出ちゃダメって言ったらもう YouTuber ぐらいしかもう稼ぐあれがないじゃん。 YouTuber より稼ぐなんだってね、バンドの中で売れるより難しいよ。そういうことなの。そりゃそうだよ。じゃあ早くライブやらせてほしいね。もうほんと YouTuber で稼いでる人は、バンド界で東京ドームできるより全然難しいと思う。やっぱそうなんだ。もうライブいつになったらできるんだろうな。だから松山千春さんとかやっちゃわない限りダメだろうな。そうだよな。でもこのコロナがなちょっと収まんないと絶対やらないだろうしね。そうね。一人一人こう電話ボックスみたいなのがこう入ってるしかないもんね。もうこうなったら一蘭のラーメンみたいにねそういいこと言うねそういうことですよ小太郎さん。そういうライブハウスがねえ、出てこない限り無理でしょこれ。そうだね。それ昔の覗き部屋ってやつ。いやいや本当覗き部屋フィーリングだよね。客のキャパがかなり狭いね。かなり狭いんですよ。あれ設置したらね。あれ設置結構大変だろうな。まあね。まあね。まあでも家でゆっくりレコード聴けるのはいいんだけど、やっぱりこの間丸2日家にずっといたけどさ、なかなかやっぱ煮詰まるね。そりゃそうだよ、煮詰まるし、うちなんか何度も言うけどネットフィリックスはカタカタしちゃうんだからさ、これは煮詰まりはなくてしょうがねえだろ。もう孝太郎君どうしたらいいんだ。メッシュしかねえよ。メッシュで俺なんかもう Amazon 東映チャンネルバキバキ見てんの。マジでもういいよ、ここでスイスイここでさ、もうこうやってさね、今日何見ようかなってこれもチーズ入れといてシャクシャクですよ、シューッとね。これ一番いいところで犯人がもう逃げてるとこが遅いんだからカタカタして。しかも今晩みんな知ってんの、爆地対敵やだよこれ。今晩見るんだ。見るよ、爆地対敵やを。なんだよ、コロナを楽しんでんじゃねえかお前。コロナを楽しんでるわけじゃないんだよ。いやいや、東映ジャンクフィルムっていうのが入っちゃったらさ、これどっこい大作もあんだよ。本当だどっこい大作あんだ。たまったもんじゃないよ、やることいっぱいあるじゃん。あるっちゃあるんだよ、コロナの間に。コロナの間にって歌作ってやるよ、小田君のために。やだよそんなんだやることいっぱいあるやって。大変なもんだよこれ。すごいねこれ、こんな古い映画いっぱいあるんだよ。東映ジャンクだもん。あ、ジャンクか。昔ジャンクフィルムフェスティバルとかタイトルのやってたよね。これね、弱いんだよな。ピンキーバイオレンスってジャンルなんだ。これすごいじゃん。これピンキーバイオレンスって何のジャンルなの？まあピンキーでバイオレンス。ピンクなんで基本は。どこで処女監禁？処女監禁だって。エロじゃないんだよ。エロじゃないんだね。エロじゃないんだよ。東映だから違うでしょ。そうかそうかそうか、それから日活ポロとかじゃないんだもんね。そうだ、結構だから分かりやすいのないかな。なるほどな。たまんないねこれ。そういうお色気があるけど普通の映画なんだね。まあそうそう。こうなっちゃうでしょ。こうなっちゃうんだよこれ。こうなっちゃう。ここも弱いね Wi-Fi。メッシュ入れるように言ってくれよこれ藤本。メッシュしなきゃダメだよここも。今の孝太郎君さ、しょっちゅう出たらどうなんだよ。俺だったら耐えらんないけどね。でしょ。そこでやっぱりリーダーで待てる人だよね。いやいや、待てる人じゃないんだよ待てる人って。全然ほらこれいいね、ズベコ番長懺悔の値打ちもない71年。うわそうだ。出所して新宿に戻った理香は学園内で出会って緑の父が経営する自動車修理工場で働くことに。あ、自動車修理工場だよね。これ迷わず持ってる人はだもん。志保美悦子みたいでしょうね。志保美悦子こういうの出ませんよ。でもなんかちょっとイメージがイメージ。これは多分番長シリーズとかに出てる人だもんね。なんだかんだ楽しんじゃんこれ。いや楽しんでないよ。こんだけサクサク動いたら楽しいだろう。いや朝ね、俺ねそこからよね。いや朝起きて目玉焼き作ってる時が一番楽しいね。あそう。目玉焼きの時は小田君だってガシャガシャやんないから、あれ使ってないもんがいい。混ぜらん使わない。そうなんだ。その代わり最近はねあれ使ってる、丸い型。え、丸く作ってんの目玉焼き最近。あれ洒落てるよね。洒落てんの。俺昔あれめっちゃ好きだったんだよね。いや俺も昔好きで持ってたんだけど、最近また欲しいなと思って100円ショップで買ったんだよね。で丸くしてるの。してる。なんでなんでじゃねえ。いやいやいや、だからだって好きじゃないって僕言ってた。いや最近ね俺両面焼くようにしてるんですよ。ああそうなんだ、だから丸いと気分がいいんだよね。あれ形自体が丸くなるかってことだよね。そう。でも俺あれな、黄身がちゃんとこうやって見える固めがいいな。もうそれはそれでいいんじゃない。だからそっちの方が好きだよ。なんで両面が好きなの。なんかこの間ハーレークイーンみたいなそうやってたからねその影響なのすぐ影響されるよねそういうふうに。翌朝同じもの作っちゃったもん。本当にそれ信じらんない。早いねそういうの。ギタリストってそんなもんなんだよ。さすがメッシも知ってるしね。さすがブースター男だね小田君は。ブースターはね俺好きじゃないんだけど、メッシュはまあでもブースターだな、例えんなら。じゃあブーストでしょ、しかないでしょ。イコライザーじゃないもんね。じゃないね、イコライザーって言葉が弱いもんね。ブースターっつったらね、踏んだらブキってのがもう上がる感じじゃん。そういうことだよね。そのままね、そのまま全部を言音のままね、言音のまま。バッファーでもないもんね、やっぱブースターだな。ブースターなんだよ。ブースターっていいな。いいよね、ブースター。曲名になるよね、ブースター。ブースター。高木ブースター。いやー、どうだろう。いやー、なんか聞きそう。売れそう、しかも。俺高木ブーだったら作るかもしれないな。作るね。言音のまま上がります。そうそうそう。PCI に作ってもらえるよね。いいよいいよ。頼むっつって。いや、いいんじゃないですか。 PCI とコラボで作ってさ、高木ブーさんにもちょっと許可もらって。あの人あれだよね、ウクレレなんだよ。ウクレレなんだよ。ウクレレで効果ありの。いやいや、ブースター使わねえんじゃねえか。ウクレレはエレキじゃねえから。第一にこうたる君、ピエゾにかましてもしょうがないんじゃない。あれそうだね。ちょっと歪んじゃいましたよって言われたら、こうたる君。そうだね、歪まされてもな。ホントまあとにかくブースターがいいよ。でも源氏さんが言ってたよ、小田君、マイティブルーのレコーディングの時に、小田君、もうちょっと頼めよ、歪みやしげるっつったよ。そう言ってた。あとプロレスだよ、今思い出した。あれか、あの村なくそう、文村信二ってそうそう言ってたやつだ、言ってた。歪みやしげる、いちいち面白かったね、源氏さんね。面白かったね。夢になるといっぱい始めちゃうのがよかったね。いちいちさ、なんていうの、こうアイデアをさ、小太郎に伝えるあの言い方が面白いよね。例えばこうやって聞いて「小太郎どうだろう、オアシスならどうする、オアシスだったらここどうするの」って「オアシスじゃねえから」って。名プロデューサーだな。夜さ、本当にあの日本史ちびちび始めちゃうじゃん。始めちゃう。あと暇の時マージャンゲームやってるんだよね。やってる。あとお弁当のさ、こうやっておかずとご飯の位置が反対なんだよね。普通シウマイ弁当食うときにご飯をこう手前にするね。ご飯を向こうに持ってくるんだよね、伊藤銀次スタイルはね。そうシウマイが手前なんだよね。そうなんですよ。でもね、いろんな食い方あるみたいだね。あ、そうなの。俺一回さ、吉井君のさ、テレビで当てぶりで行った時さ、収録でね、その時ベース弾いてる人がさ、シウマイ弁当あったけど、それは彼はサイド食いだったもんね。横に置くの。横だから縦長に持たないで。なるほど、横に持つ。横。みんなやり方持ってんなと思ってさ。そうだよな。どう考えたってこれ iPhone とシウマイ弁当は縦に持つよね。そうなんだ。でも気づいたんだ俺も。たまにでも YouTube 見るとき横にすんなと思ったんだよ。横にするね。するよね。だからYouTube 感覚だったんですよ、あのシウマイ弁当。YouTube 派なんだ。YouTube 感覚なんですよ。なるほど。シウマイ弁当横に置かれて YouTuber って呼ばなきゃいけないね。YouTuber 食いなんだよ。なるほど、YouTuber 食いだ。また生まれちゃったね、新しい言葉が。鑑賞食いだね、映画鑑賞の。なるほど。鑑賞食い。まあ YouTube スタイルなんだよ、だからあれは。なるほどな。横だもんな、なかなか置かねえよな。銀次さんのあの逆スタイルは、あれは充電器が遠いとしか思えないね。充電器が遠い。本当だよ、本当本当、そういうこと。そういうことだよ。そういうことだよね。それがシューマイを口に持ってくときにご飯を通過するじゃん、我々の食い方だと、ノーマルでだと。その時にご飯に醤油が垂れるのがよしとしなかったって可能性もあるよね。ああ、そこまで細かいの。だってさ、ね、その人にとったらさ、シューマイがさ、皮を渡ってくるわけですよ。渡ってくるよ。そうなんだ。ご飯は皮を渡れてもシューマイは皮を渡れない。そういう人いたよ。何なんだろうね。定食屋でも納豆食ってるのに絶対ご飯にのせない人もいるし。あ、いる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 。いろんな人いるじゃん。いる。だって福神漬けの色がご飯につく人が嫌な人。ああ、いるいる。いろんな人がいるんですよ。俺牛皿の方が好きってね、小田君、そういうことよ。あ、そう。俺牛皿が好きなの。あれが、あの味がご飯についたのに嫌なの。じゃあつゆだけなんかとってもとんでもないね。いやいや、だからつゆだくなんかしたことない、もう絶対嫌なの。じゃあつゆ抜きにするじゃん。まあいいんだけど、だって牛皿っていいじゃん、別に牛皿で食べれば。だって牛皿の皿さ、新しくなっちゃったの。あ、俺もうそれ新しくなってから食べてない。しらけるよあれ。あ、全然ダメなの。昔のプラスチックのさ、フリスビーできるようになった。あ、そうそう、フリスビーみたいなのあったあった。あれが良かったのにさ、ヘリが欠けてるみたいな。そうそう、あれがヘリが欠けてるから、あれで酒飲むとうまかった。まあなるほどな。小田君一人でよくわかるよ。あれが吉野家なんだよ。で、小太郎君さ、昔の吉野家さ、ビール3本までと決まってたよね。3本まで。3本まで。ね、今もそうなの。今知らない。ドントンとかさ、うん、牛丼だけどドントンドントンっていうのかな、うん、牛丼、うん、あそこはねビール朝6時からだってねあれ昔の豪邸の吉野家って時間制限あった5時からとかあった。吉野家ちょっと間違ったけど、うん、とにかく俺ねオールナイトで文芸座で映画見た後に、うん、ドントン寄ったら、うん、まだビールの時間じゃなかったんですよ。ああそうなんだ。飲めなかったっていう記憶があるんだよな。あれ1人3本までだったっけ。1人3本まで小瓶かなんかだったっけ。いや出てくる普通でかい中瓶だった。中瓶だった。神谷バーだって3杯までじゃん。あそうだっけ。電気ブラまあでもあれ3杯飲んで動けなくなる。でも1回出て帰ってきてるみたいな。で昨日のマスクだってあれだよ。そう1人3箱までで2回目に変装してきた人いたんだよ。あマジで。そしたら店員に「あれさっき買ってましたよね」って言われてあら逃げちゃったんだから。逃げたんだ、うん、そんな話があったのかよ。それ浩二が一部指示見てたんですよ。そうなんだ変装してきたんだよな。じゃあ何度言ってもオッケーなのガソリンスタンドだけだよこれ。そりゃそうだよあそこは一人何って決まってないからね。決まってないからね。制限してねえだろそれよりどうしたんですかって言われちゃったからね本当に。バレるんだね。バレるやん。どれぐらいの変装かもよるのかけどね。時間をもうちょっと置けばよかったんだね。そうだね。でも売り切れる可能性もあるしね。そうだよ。だって俺たちだってさ店内にさ見渡したじゃん。そうだよあれすごかったよ小樽君。あれねあれコピー後回ししたもんね。本当だよ。俺だって譜面のコピー片手に持ったまま走ってったんだもん小樽君とこれから新曲やるっていうからね。そうそうそう。でコピー用の俺お金100円しか持ってなかったからさ小樽君これ金ねえよっつったら貸せよっつったら走ってったんだもん小走りでね。小走りであれ P 見られたくないね。見られたくないね。しかも俺ら上着着ることも忘れてたもんね。そうなんだよ。若干寒かったんだよね若干寒かったんだよ。コロナに怯えてんだよね。コロナにねコロナに負けてんだよ俺たち。コロナに負ける年頃だよ本当に。いやコロナが怖い年頃になっちゃったんだよ。なっちゃったんだよ。これ20代だったらもう全然 OK でしょ。20代だったら全然もう上だもんね。当時時が騒いでる都知事が騒いでる時代ぐらいの感じだよね。そうそうそう本当だよ。本当だよ。デストロイって感じだったよね。デストロイだよところがもう2日間今だったら家から出ないってんだから相当怯えてんだよ。酒が進んでしょうがないよ。そうだよな。でも外に出ないんだら酒ぐらい飲んでてジャンクフィルムとね、うん、俺その日の分としてね、うん、ハイボールウイスキーの5缶買ったんだよ、はいね、5缶も飲めば普通ベロベロですよ。でやっぱり何なんだろうね酔わないんだよね。あ、そうなんだ。それで今度ウイスキーストレートにして、うん、もう目が閉じるまで飲んだね。なるほど。やっぱ家にいると酔えないんじゃないね。結局飯も食わないですよ、うん、そんなに飲んでたら食えないよ。かえって体悪くするんだよ。そうだよね。酒嫌いなマセラって感じだよね。まあいいじゃない。このちょっとお休みだと思ってさ10年分飲めば。そうね。でもね、もうコロナが明けたら働いてよ。上野浩二と俺の最近の合言葉、もう一生分飲んだよって言うんですもう一生分飲んだよ。まあ飲んだろうな。まあ普通の人の一生分ぐらい飲んでるよね。二生分飲んでるかもしれないな二生いや2人の人生分ぐらい飲んでるよねこれ飲まない人の人生にしたらもうね150人分ぐらい飲んでるね。飲んでるねあとラーメンも人の一生分食ったな。あ食べてるね。すごいな。偏ってるもん。確かに俺でもあれだな血糖値が高くなきゃいくんだけどもうダメだもん。血糖値高いとコロナかかったらやばいね。そうなんだよリスキーだからさ。リーダー糖尿だっけ。糖尿じゃねえけど糖尿予備軍の予備軍。もう糖尿って呼ばないでよ。糖尿も危ないよ。危ないんだよ。だからそうならないように今踏ん張ってるんですよ。なるほどね。まさにそれは何でも薬使って頑張れるの。ね食生活がまあ大事なわけですよ、うん、でその次の2ステップ目としては、うんほら特保のさ特保のあるじゃないですか。飲んだ後、うん、吸収遅くしますよっていうお茶だったりコーラだったりみたいなあれの錠剤があるんですよ。へえ。それを出される。直一本にさ、それ錠剤でどんぐらい入ってんだろうね、うん、あれはね大したことないと思うよ、そのドリンクはね。じゃあダメじゃん、いやでもまあ効くな効くんだと思うんだよ。ああそう、うん、だってさ、俺コレステロールも高かったでしょ、うん、ヘルシアってあるじゃん、はい、あれヘルシアめっちゃ飲み続けて運動したら、うん、最初がもうすごい高すぎたんだけど、うん、半分ぐらいになったもん。ああそう、うん、だからやっぱ効くんだよあれ。最初だけ数値高かったわけでしょ。まあそれもあるんだけど、うん、でも絶対効いてる気がする。それすげえ腹減ってる時にさ、うん、最初の1年も一瞬で食ったみたいなもんじゃない。まあまあそういうことよ、そういうことでもそれにしてもね、綺麗に落ちてきた。あそう、うん、効くんだね。効くんだと思う。もう本当毎日ねそればっかり飲むよ。ただあるところからやっぱり下がってくれないんだよ、渡るが。ギターだってあるところだから全然うまくならないんだよ。そういうのと一緒、そういうのと全く一緒。高校生の頃俺このままいっちゃったらもう天才になっちゃうと思ったんだよ。そういうことでしょ。ピタッと止まるんだよね。そうなんだよだからそれをさ、ジェフ・ベックはその上いっちゃうじゃない。まあジェフだって止まってるよ。まあ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 すごいけどね、まあ、もちろんすごい。もちろんその行かない人もいるじゃない。行かなくて加工する人だって、加工する人もいる。だからさ、ある程度のところが今度ねインしないんだよね。いや俺今回はこもってんじゃん家に、うん、ギターすっげえ弾くんだよ。いいね。でやっぱりあっこの年だともううまくならねえんだなっていうちょっとさ、うん、へこみも入るね。あそう、やっぱりそういうのがある。いやせっかくだからやってないようなことをやるわけじゃん。あそうかそうか、うん、だから自分のこう運指とかああいうところで、うん、最初のうちはさ、うん、いい感じでいくんだけど、あるところからさ、うん、うまくならないんだよ。それより壁ができちゃうんだ。できんだよ。で壁どんぐらい続くのか分かんないけど、うん、まあねせっかくだから。いや突破したのすごいよね。すごいよね。俺もね年とともにね歌がね、うん、うまいことねこう自分が思ってるように歌えないっていう時あるんだよね。もう違うスタイルになったからなんですよ。いやだからそういうところでみんなスタイルを変えていくんだと思うんだけど、いやこう歌いたいしこう歌えてたんだってなんか思ってるところができなくなるね。それはあるね。だから俺が「ムーンラブチャイルド」のギターソロの最後があんなにちょろかったのに今できないってのと一緒だよね。ああそういうことね。まさに一緒。俺もそう思うんですよ。あれやってて不思議なんだよ。なんでできないんだろうって。あの時のピアノなんかあんな高いけどこんなガーって歌えてたのにっていうところが歌えなくなる。そうね。まあ本当はスポーツ選手と一緒だね。じゃあ今俺長嶋の引退試合のとこにいるの俺ら。そうだよ。でも何かちょっとしたテクニックを掴んだらまだやれるかもしれないよ。だから別の方式は別にもう編み出すことはできるんだけど、うん、その同じことができなかったりするんだよ。それやると同じことはできないよ。だって 50m 走るんだってさ高校生みたいに走れないでしょ。まあね、うん、だってさムーンラブチャイルドなんてさギターでちょろいのを、うん、下でもちょろかったんだよ。あ難しいね。難しい、うん、弾きにくいわけで。そうだね、あれ弾いてたよね、うん。でも別に聞くと大して難しくないのよ。でもなんかできなくなってるの。正確に言うとできるんだけど何かが違う。まあそれはなんだろう、弾いた感みたいなのが違うんじゃないかな。まあ分かんない、自分の中のさその音楽に対するハードルが上がってるって可能性もあるしね。それはある、それは全然あるよ。分かんないんだけど、だからギターばっか弾いてるといろいろ思わされるよ。いいね、いい時間過ごしてるじゃないですか。だってここでさ一日東映チャンネルだけで終わったらこれバカだよ。まあねちょっとはやんないでまあでもそのおかげでね俺たちは今新曲のリハーサルに入ってるんで、そうね、なかなか初期の頃みたいな気持ちで楽しくやってますよね。あれだね、一つ違うのは疲れちゃってスタジオ1時間余らして終わっちゃうんだよね。そうなんだよ、あれレコーディングって集中するから思ったより疲れるんだよね。そうなんだよ、脳が疲れちゃって、まあ、前だったら本当ぶっつけでね、そう倍やってたのがもう途中でダメだってもうやめよう今日は。まあでもやっててもよくないと思うよ。そうなんだよ、発想がね、うん、いい発想が生まれない。だから麻雀の徹夜の明けと一緒で、うん、ここで振り込んじゃおうみたいな感じでこんなもんでいいやってなっちゃう。アレンジも途中でね、うん、これでいいよってなっちゃうね。それよくないから、うん、麻雀ももう眠くなっちゃってもう当たれって感じになっちゃうんですよ。もういいっていう、そうなると危険だから。なるほど、ドーンとくるんだよ。なるほどね、待ってました。いやーなんだかんだポッドキャストいい話してるね俺たち。でも今日はこんな感じかな。そうなんだ。それ銀次さんがレコーディング終わる時の言葉でもう今日こんな感じかな。池袋どうも小太郎です。そんなわけでですね、今後のコレクターズの告知もままならないんですが、とりあえずですね、つながれコロンビアの輪、おうちで聞こうコロンビアリレーというやつにですね、私とリーダーが参加してまして、リーダーは動画でコメントしたみたいですね。僕は自撮りの写真でやりました。またですね、僕個人で、友達から回ってきた歌つなぎ、リフつなぎなんかもやっておりますので、ちょっと見てみてください。ステイホームのお供にアーカイブもチェックというのもですね、この際お願いしたいところでございます。YouTube にも移行中でシーズン6、こちらの途中までアップしてあります。チャンネル登録をしていただけるとですね、先行き不安なこの現状、我々に少し明かりが見える、そんな感じでございます。よろしくお願いします。iTunes の他にもですね、 Spotify でもシーズン8最近の回が聴けるようになっております。詳しくはですね、ザ・コレクターズのオフィシャルサイトなどで確認してください。なお、ザ・コレクターズの通販サイトで恒例の感謝セールはですね、4月いっぱいまで開催しておりますので、お付き合いくださるとですね、こちらも我々に多少の光が見えてくる、そんな現状でございます。このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽誌ドーナツのサイトからダウンロードできます。写真館、 YouTube に上がっていないアーカイブなどこちらにあります。毎週水曜日更新です。 P メール受付中です。ぶくろ24@gmail.com、 こちらにてお待ちしております。それではですね、今回は蔵出しという感じになりまして、我々もね、まさかのリモートワーク、この先どうなるのか、早く普通に収録したいです。ではまた来週お会いしましょう。 Do the download